イングスとヤスタンリーがアフリカ大陸の謎を解き、ドイツのビスマルクが部活を決めたベルリン会議、スエズ運河の株買収、イギリスのディズレリ首相、ウラビの反乱沈めエジプトを得た、追い求めスーダン、彼ら一心に攻め込んで折れかけて嘆いたよ、大軍送って占領したムハンマド、アフマトラ抵抗したマフディの反乱に苦しめ、無職民地のセシル・ローズ、ジョゼフ・チェンバレンとポアジアン・パク、オレンジ中国やトランスバル共和国できた、南アフリカ戦争で両国は併合され、イギリス自治領南アフリカ連邦へ、インド支配とアフリカ中断、カイロ、カルカッタ、ケープタウン、三子政策で結ぶよ、フランス、アルジェリアやチュニジア、攻めサモリ、トゥーレの帝国を崩し、アフリカ横断へ、ファショダ事件、英仏協商、モロッコはフランスに、エジプトはイギリスに、 USK を認め合った ドイツビルヘルム二世、モロッコ事件知って、まじまじ。